パワーレンジャー SPD の日本語吹き替えを担当しましたキャストの皆様にご登場いただきます。本作の元になりました特捜戦隊デカレンジャーの主演俳優の皆様と声優の田中理恵様、稲田哲様です。どうぞ拍手でお迎えください。以上、豪華キャストの皆様、本日の会見にお越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お一人ずつご挨拶とともに役名もご紹介いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では西根さんからお願いいたします。はい、SPD、パワーレンジャー SPD、レッドレンジャージャック役の、西根隆二です。本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。素晴らしい作品だと思いますので、できるだけ多くの方に見てもらいたいと思っております。皆様ご協力の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして林さん、お願いいたします。はい、スカイ役の林剛です。西根隆二も言いましたが、お暑い中本当にありがとうございます。僕自身もこれを本当にたくさんの人に見てほしいなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。伊藤さん、お願いいたします。はい、ブリッジ役、グリーンレンジャーの伊藤陽介です。この作品非常に、そもそもこの主要キャスト、久しぶりにみんな集まるっていうこと自体が非常にレアケースだと思いますので、このレアケース感をできるだけ多くの人に伝えられたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。木下さん、お願いいたします。すいません、エリザベス G デルカド、通称 G 役をやらせていただきました木下由美です。通常のデカレンジャーのジャスミンとはちょっとまた違った役なんですけど、それはまたそれで楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。菊池さん、お願いいたします。はい、ピンクレンジャーシドニー役をやらせていただいております菊池美香です。デカレンジャーが大好きなファンの方はもちろん、映像の中に今までのデカレンジャーの映像もありつつ、新たに追加されている坂本監督によるアクションシーンもすごく見どころだと思いますし、新しく見る方も今まで大好きだったデカレンジャー大好きだった方にも楽しんでいただけると思いますので、本当にこれからも長く愛されたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。吉田さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、オメガレンジャー役の吉田智和です。僕はまだ収録に参加してないんですけれども、みんなの足を引っ張らないように、作品の底上げに貢献できるように、精一杯頑張っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。田中さん、お願いいたします。はい、キャット役の田中理恵です。今回オリジナルキャラクターということで、頑張らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。稲田さん、お願いいたします。百鬼夜行をぶった切る地獄の番犬デカマスター。あ、オフになってる。日本では、デカマスタードギークルーがボスという呼び名で呼ばれてましたが、こちらの方では、ドギークルーガー司令官と主に呼ばれております。ボス役の稲田哲です。今言ったセリフはこちらのパワーレンジャーでは言えなそうなんで今言っときました。どうも今後お世話になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ですね、僕が日本で、役者として演じてた役よりは今回の役はちょっと大人っぽいというかクールなイメージだなと思ったんで、そこは僕が日本でやってたものと全く別人だなっていうのと、そうですね、やっぱ絵があったのでなんかすごくイメージは普通に台本を見るよりもしやすかったなっていうのはありますね。なんで結構別物としてやってました。でもやっていくうちですごい昔の感覚が戻ってきて、ちょっと昔に似てくる部分があったりもして、そこはちょっと戻んないように気をつけながらやってるところですね。はい、以上です。はい、日本とやっぱアメリカをはじめ海外ドラマのハリウッドの映画だったりっていう撮り方の違いっていうかカット割りの違いですかね。普通2人で話してるシーンがあったとして、
どうしても日本の場合だと話してる人を撮ることが多いと思うんですけど、海外ドラマの特徴として話を聞いてる人の顔をずっと押さえてるっていうのが多いかなっていうのは今回もあったと思うんですけど、そこがやっぱり個人的な意見としては僕はこれすごく好きだなっていう、はい、ふうに思いました。今回おまけとしてエンディングに皆様30秒間自由のお時間があると、はい、伺ったんですけれども、はい、はい、最後エンドロールって日本のドラマでも海外のドラマでも流れると思うんですけれども、そのエンドロールの時に、まあ、音は鳴ってるんですけれども、その時に音を後ろで薄く乗せて、持ち回りで交代交代で僕たちがいろんなことを好き勝手喋っております。なんかちょっとラジオっぽい要素もその30秒間だけありつつ、そこも見どころなんじゃないかと思いますので、結構面白いこと言ってますよ。結構僕以外が皆さん面白いこと言ってますんで、今日皆さん 1,2 話見てお聞きになってますよね。サイデーさんと林さんのはお聞きになっていらっしゃるかと。もう聞いていただいた通り、うちの林がすごく面白いことを言ったと思うんで、もっとさらにね、こう伊藤木下菊池とついていきますんで、よろしくお願いいたします。さて、まだまだご質問を受け止まりたかったんですけれども、そろそろお時間もということでございますので、ここは最後にキャストの皆様を代表していただきまして、サイデーさんからぜひ今作の見どころも含めまして最後に一言ご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。ちょっと短い時間だったんで、僕たちのこの作品に対する思いを全て伝えきれたかなという部分もあると思うんですけど、皆さんが、先ほど見ていただいた時の感想が、全てなんじゃないかなと思います。その感想をですね、一回りか二回りぐらい膨らませて、各媒体の方で発表していただければと思いますので、最初にも言いましたけれども、できるだけ多くの方に見ていただきたいと思っております。皆様、ご協力の方よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは以上をもちましてフォトセッション終了となります。それではレッドレンジャーとサイネリュウジさん、本日は誠にありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお二人お送りください。ありがとうございました。